さあ山本さん、今回は、はい、今回は、農業をね、去年から再開している小畑治さんをご紹介したいなと思って、はい、すごい畑がありました。おはようございます。こんにちは。どうも。これを作物は何だ。さあ、これはまさか、あ、見えました。ブロッコリー。ブロッコリー農家の方だったんですね。その前はね、田んぼやったりね。ブロッコリーは今年で2年目なんです。はい。うん、震災前は田んぼばっかり。お米。お米だけ。ここって田んぼだったんですか。畑ですか。全部田んぼです。じゃああえてここにブロッコリー作り出したってことですか。そうそう、そういうこと。今年どうですか、ブロッコリーは。今年はね、去年から見てすごくいいです。冬ですか、旬は。ブロッコリー冬です。やっぱり冬は甘みが、ブロッコリー自体が出て本当に美味しいブロッコリーなんですね。あら、じゃあ今だ、うん、美味しいですか、ここのブロッコリーでも甘くても甘いんですよ。で、甘みがある。甘い。え、もういつもお使いになるんですか、家でも。そうです、ちょっとお店の方で、はい、つかせていただいて、でいつもおさむさんに、はい、配達してもらってます。おさむさん、おさむさん、おさむさん、おさむちゃんです。うわ、これいいやつだ。わ、大きそう。わ、すごい。すごい。カリスマ美容師。そこはやっぱりきついな。もうちょっと上をやって。痛い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 。大丈夫ですか。取れてますか今。足グーって。なるほど、すごい綺麗。すごい、もっとかっこよくいってほしいですね。シャッとこう、いつも美容室のさ、人みたいにさ、こう、こう、すごいよ。こうでしょ、やっぱ。なんか、前前。なんか、早いですよね。サイド残してきますね。うまいですね、山本さん、アパレル君。リズムがあるんですね。カリスマの。リズム、リズム。立派なブロッコリーですね、小畑さん。そうですね、いや、美味しいので。ね、美味しそう。これは食べたくなりますね。食べたいです。うちのお店でね、はい、ちょっと、はい、いいんですか。本当にやりましょう。イエーイ。言ってみるもんですね。やった。最高の気分です。お土産、はい、時給650円ください。じゃあまずこう洗ってですね、はい、洗って、洗ってね、こう。ブロッコリーカリウム豊富ですのでね、むくみが取れたりなんかする。毎日むくんでるんですけどね。毎日むくんで、むくんで、ね、何言っちゃってんのよ。ブロッコリーの芯、芯をこうちょっと厚めにむかないと硬いから。皮ね。これちょっと生で食べてほしいんですよね。え、本当にブロッコリー、うん、生で、いただきます。生で初めてかも、生で食べるなんて。いただきます。甘い、甘いね。どうですか。本当に甘くなってるじゃん。そう、だん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 甘くなってくる。柿みたいな感じ。ちょっと柿だ、柿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 。あ、本当だ。これを今度天ぷらにしようかなと思います。はい、行くよ。あ、いい音。おうわー、これ、あ、これ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました。これ夢だったかも、俺 YouTube でずっと天ぷらあげる映像見てんだよ。うわ、これなんか俺たちすごくない、なんか息合ってさ、くぐれの天ぷら屋みたいな。
やっぱ火通すと緑色が映えますね。綺麗なこう濃い色になりますね、うん、うわこれ ね喜んでるよブロッコリーが。本当にこの油という大海原をブロッコリーっていうあれが泳いでんのね。あれあれあれ、そこが一番重要なんだよ。そうですよね。うわこれはうまいぞ。じゃあこの。お待たせしました。失礼します。ブロッコリーの天ぷらになります。少し塩はかけてよろしいですか。お願いします。どうなった。どうなった。足りなかったらこの場でということでできました。ブロッコリー天ぷら、もう正真正銘揚げたて。いただきます。はい、いい音。あら甘い、だからやっぱ火を通すと甘くなるんだ、甘みが。ちょっとお塩もまたね、お塩を引き立てるんだ。絶対おいしい。鼻の部分がふわふわだけど、このままサクッとしててね。あとね、ちょっと事前に作っておいたんですけど、芯のところのお漬物です。あれ漬物ね。そうです。わお、わさび漬けで。わさび漬け、これブロッコリーの漬物なんて聞いたことないんだけど、ね、うわまた違う、全然違う、ね、パリパリ。生で食べた感じの食感は、うん、残ってるけども、うん、これはこれでまた美味しいんですよ、ね、うん、これ、うん、刻んで納豆とかに入れてもいいし、とろろとかに混ぜてもいいですね。あー、合いそう。でね、今ちょっと温めてお出しするのが今研究中のブロッコリーのポタージュ、うん、考えて。太田さんご存知でした。初めてです。初めてです。いちいちリアクション可愛いですね、なんか。モズナムちゃんで。これがブロッコリーのポタージュで、つぶつぶをちょっと残して、うん、体にすんごい良さそう。そうなんですよ。甘いし、ちょっとシチューっぽい感じもして、うん、サラッとしてるけど食べ応えあるっていうか、野菜の質感感じるから毎日食べてもいいよ。毎日食べてもいい。うわすごい、これうまい。考えてるんですよ、おさむさんから毎日運んでもらってるブロッコリーを。小畑さんのブロッコリーが、これ初めて、これ初めて、初めて。可愛いですね。普段からこんなに可愛い。これ初めて。おさむちゃん。可愛いですね。じゃブロッコリーがもう双葉の名物になっていくってことですか、これから。ね、おさむさん。そうですよね。作っていただければ何か、うん、だんだん毎年面積が増えていくといいですね。いや進化やめないのもすごいね。だからこのアイディアを思いっきりぶつけ合って進化しようとしている姿をこう目で見れて本当に僕は良かったですね。おさむさんもこのブロッコリー良かったですね。そうですね、うん、こんな美味しくなるなんて、ね、これからも頑張んなくちゃ。作り続ける、ね、うん、いやこれからも頑張っていただきたいですね。はい、はい、楽しみにしています。ありがとうございます。